ダイソーで売ってるミニ鉄板ですね。家でちょっとしたものを焼いたりしようかなと思って買ったんですけど、てかまあ使うとき大体、ね、ガスやこういったアルコールランプを使うと思うんですけど、ね、アルコールランプとかって火力強いじゃないですか。で、ろうそくでできないかなと思ったんだけど、これ使えないかなと思って、ちょうど入れてみると、ちょうど3個入っちゃう。ぴったりではないけど、まあ3個。ちょうどいい感じで3つ入るんで、これでちょうどいい感じにできるんじゃないかなと思って、ちょっと試してみたいと思います。まずは鉄板なんでシーズニングからですね。シーズニングやってきます。鉄板をシーズニングしてきました。裏こんな感じで、さっきのアルコールランプのごとくなんですけど、4つ入ったんで、4つでぴったりでした。で、4つでやりますね。何気に、ろうそくだけどめちゃくちゃ熱い。で、しばらく温めてみます。油塗ります。だいぶ熱い。もう普通に多分焼けますね。卵を焼きます。ギリギリだいぶいい感じに焼けてきたんじゃないかな。ほら、普通にろうそくでできるってことで、火力調節は1個から4つまでできるんで、保温だったら多分1個ぐらいでいいと思うんだけど、もうちょっと強火にしたい場合は、距離だね。距離をもうちょっとどうにかして近づけさせるかってところかな。とりあえずじゃあもうできたんで、塩コショウでできます。